エデュアルト・ファンベーヌムは、オランダの指揮者。オランダ東部の町アーネムの音楽一家の元で生まれ、幼少の頃から兄について、バイオリンとピアノの手ほどきを受け、16歳で、アルンヘム管弦楽団のバイオリニストとして入団し、その傍らきの勉強を始め、翌年には、アムステルダム音楽院に入学し、ピアノ、ビオラ、作曲を学ぶ。1920年にはまず、 ピアニストとしてデビューしたが、同時に各地のアマチュアの合唱団やオーケストラで指揮を取り始め、間もなく指揮者に転向した。1927年にプロの指揮者としてデビューし、同時期にハールレム交響楽団の音楽監督に就任。1929年の6月にアムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団へデビューし、1931年に ピエール・モントゥーの推薦とイレム・メンゲルベルクの招きで同楽団の自席指揮者となった後、1938年からはメンゲルベルクと共に主席指揮者として活躍した。1945年以降は常任指揮者。また、その間、客演指揮者として、レニングラードフィル、ロンドン公共楽団等、ヨーロッパ各地の公共楽団に出演。戦後の1945年、 メンゲルベルクがナチスへの協力の過度でスイスに追放されるとベーヌームはメンゲルベルクの後を継いでコンセルトヘボー還元楽団の音楽監督兼終身指揮者に就任した。またコンセルトヘボー還元楽団とロンドン公演を行い1949年から1951年にかけてロンドンフィルハーモニー還元楽団の首席指揮者に就任。 1954年にはフィラデルフィア管弦楽団を指揮してアメリカへのデビューを果たした。1956年から1958年にかけてロサンゼルスフィルハーモニックの就寝指揮者として迎えられた。元来病気がちで晩年には心臓病を患っていた。1959年の4月13日にアムステルダムで ブラームスの公共曲第1番のリハーサルを行っていた最中に心臓発作で倒れ57歳で死去した。ブルックナーの演奏で知られるほかバッハからドビュッシー、バルトーク、ショスタコービチやオランダの現代を音楽に至るまで幅広いレパートリーを誇っていた。ベーヌムは新植物主義に属する演奏家が台頭してきた世代に属する指揮者であるが その音楽は決して形式的な冷たいものではなく常に暖かな音楽性とみずみずしさに満ちたものであった。また、前任のメンゲルベルクが濃厚なロマンティシズムと強烈な個性を過剰なまでにむき出したのに対して、ベーヌムはあくまで作曲家が楽譜に書き込んだ音楽自らに語らせるという真摯で正当的な演奏を行った。リハーサルも 前任のメンゲルベルクとは大きく異なり、練習後は、式台に残って、団員と相談して、問題解決していく姿勢を貫き、オーケストラに自発性を大きく求めた点でも対照的である。録音は少なくないものの、ステレオ黎明期に倒れたことは、死後の名声を維持する点で、マイナスに響いた。それでもなお、今日も忘れられることなく、一定のファンに愛されている指揮者である。 ベーヌムは1941年にドイツのテレフン券ンとドイツグラムンの2つのレーベルに録音を残し、戦後は1946年から1953年にかけてイギリスデッカと1954年から1958年までオランダフリップスに多くの録音を残している。またデッカにはロンドンフィルトコンセルトヘボーカンを指揮して30枚。 ほどの LP を残している。などがある。などがある。ありがとうございます。